はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は芋焼酎のですね、かなり有名な、プレミア、一応プレミア焼酎ですね。はい、明るい農村というね、かなり田舎っぽいなんかネーミングなんですが、はい、こちらは、プレミア焼酎の芋焼酎なんですが、ちょっと値段安かったんで買ったんですよね。ちょっと半年前ぐらいにね、なんで半年前のやつを今持ち出すかっていうと、まだね、飲んでないという状態なんで、これが、詰め口年月日が2013年の3月19日なんで、ちょうど半年前ぐらいですね。こちら値段が、1500円ぐらいで売ってたんだよな。720ml で1500円ぐらいで売ってたから、おっと思って、スーパーで普通に売ってたんです。あ、これちょっと飲みたかったんだよねと思って、1500円、お、これ結構安いと思って買ったんです。でこちらですね、第1位総裁賞代表受賞と書いてあります。鹿児島県本格焼酎品評会第1位ということになってます。でちなみにですね、はい、マイク新しいの買いました。2500円ぐらいで結構いいマイクですね。関係ないですけど、で今ちょっと伊佐大山の方を飲んでたんですが、どちらもこの伊佐大山もですね、1位受賞してる銘柄なんで、ね。さあ、もう埃かぶってるんですけどね、ぶっちゃけた話、これね、実は。もう半年前なんで、ちょっと、埃をかぶっちゃってるので、ちょっと、もう、今まで何で飲まなかったっていうと、ちょっとなんか、ね、やっぱりこう、楽しみは取っときたかったんです。この明るい農村。やっぱりプレミア焼酎のね、もう赤霧島しか俺プレミア焼酎ほぼ飲んだことないですからね。赤霧島に比べるともうものすごいレベルが違いますからね。明るい農村ちゃんはね、かなり普通に買うとね、かなり高いです。かなり高いって言っても、2000円超えるかな。2000、3000円ぐらいは。ね。でも 720ml なんですよ、これ。やっぱそれがまず、伊佐大山とか一般的なやつは 900ml なんですよね。ですが、720ml なんです。この明るい農村。そこがやっぱり、なんかほら、ね、高級感あふれるというか、そんな感じしません？それでは飲んでいきたいんですが、もうすでにちょっと飲んでるんで、このね、なんだこのおチョコ、すごい香りがね、ヒノキの香りがするんですよ。木なんでね。で、飲んでる間にちょっとググりましょうか。明るい農村について。すごいネーミングですよね、やっぱりね。こちらが、霧島酒造ではなく、霧島町蒸留所。霧島町という、町？霧島町、株式会社霧島町蒸留所という名前の、ところですね。
アルコール度数25度、原材料がさつまいもと米麹といったところでしょうか。でここに、ホームページに早速書いてあります。鹿児島県、本格焼酎品評会明るい農村が第1位と書いてありますね。すごいです。なんかこのサイトがなんかこうなんかなんていうんだ、ほっこりする感じのね、あの手書きイラストでかなりなんかそこら辺の街のなんか回覧板みたいな感じになってますけど、へえ、すごいですね。一応これお酒なんですけど、思いっきりあの子供がめちゃくちゃ出てるんですけど、手書きのイラストで、子供が大量にいるんですけど、これお酒ですからね、一応ね。うん。うん。明るい農村っていうのはですね、実は、この芋焼酎だけではなく、うん。赤芋仕込み。の、まあ、赤霧島と同じような部類の、まあ、やつと、さらに芋、じゃ、だけじゃなく、あれ。あれこれ麦はないのか。四年古酒、黄金、全量、まあ、古い酒、と、熟成古酒っていうのもあるみたいですね。で、他にですね、明るい農村シリーズ以外に、農家の嫁というむちゃくちゃなネーミングの恐ろしいこのね、まあ恐ろしいというのもあれですけど、農家の嫁というむちゃくちゃなネーミングのプラスさらに、百姓百作というのもあり、そして古代豆、豆ちゃう、古代米シリーズというのもあり、農村のブルーベリー酒というのもあり、ね、いろいろあるみたいです。まあ、そうなってますね。まあ、主に明るい農村のね、この明るい農村の白仕込みと赤芋仕込みのが、二つが、まあ、かなり有名といったところでしょうか。うん。でもなんか、お申し込みフォーム、明るい農村ギフトのお申し込みフォームとかってありますけど、ね。明るい農村のこの、これと、白いものやつと赤いものやつで、2680円。安いですね。うん、1本1340円。という、むちゃくちゃ安い。まあいいや、ちょっと飲んでいきましょう。長ったらしい。話で10分過ぎてますけどね。それでは珍しくこのね、この口の部分が、蓋の部分がこれプラスチックです。さあどんな味がするのかワクワクしますけどもね、これですよ、やっぱりプレミアは、プレミア焼酎はこのワクワク感がたまらん。ワクワク感がたまらんね。うん。うん。香りは結構
芋っぽいけど甘いっぽいね感じがします。じゃあ乾杯。うん、うん、これはね、結構甘口です。うん、伊佐大山に比べるとかなり甘口ですね。うん。まあ、言うて、伊佐大山はこれ辛口なのかな？多分辛口だと思います。かなりドライなんで。うん。それに比べるとかなり、口当たりが甘い。そしてこの何とも言えない、ちょっと他の芋焼酎にはないこの何かこう香りがしますね。うん、何だろう、この芋なんだけど、このなんかちょっと臭めの芋の、芋の臭めって言ってもなんかあれなんだけど、ちょっと芋をなんか発酵させたような、まあ実際発酵させてるんですけど、うん、何か違うな、こう芋っていう芋じゃなくて、結局さつまいもっていう芋じゃなくて、なんかな、なんだろう、さつまいもっていう芋、結局さつまいもって甘いでしょ、でも甘くないんだよな、さっき言った口当たりは結構甘めな、まあそこまで甘めでもないけど、まあ甘めっちゃ甘めなんですけど、実際味わってみると結構芋っぽいドライな感じが漂ってきて、なおかつちょっと臭い、うん、ちょっと独特の臭さがありますね。これは今までの芋焼酎では味わったことない、ちょっと臭いっていう感じはしますけどね。うん、うん、うーん、ああ、これがあれか、やっぱり肝なんでしょうね、この香りというか味というか、この香りというか臭っていう、臭臭っていう感じのね、むちゃくちゃ言ってますけども、まあでもちょっと上級者向けですねこれはね、うん、まあ伊佐大山に比べたら、うん、あれですけど甘いんで初心者向けではあるんですけど、うん、まあ中級者向けぐらいですかねこれは、うんうん、まだ甘いんでいいんですけど、うん、まだ甘みがあるんで、ちょっと癖があるかな。でもまあ、普通に、うん。うん。ちょっと申し訳ないですけど、個人的にちょっと好きな臭さではないかなと言わせていただきます。はい。うん。
これなんですよね。こうね、開封前はめっちゃこうワクワクテカテカしてうまいんだろうな、うまいんだろうなって言ってこう開けて飲んで、ああはあっていう感じのね、そういう、ああっていう感じ、あはあはあはあみたいな、あんまり期待するとこういうことになるっていうパターンですね。特にプレミア焼酎なんでね、え絶対うまい、これ絶対うまいってって言って、やったやっと買ったぞ、明るい農村超プレミア焼酎やっと買ったぞみたいな感じで、で飲むとははあみたいな、あこれがプレミア焼酎かてんてんてんみたいな、そういう感じになりました。うん、これはもう、うん、まあいやでもこれはまあ確かに他のあれにはない、あれはあるんですけど、味はあるんですけどね、うん、ただまあ俺には合わなかったというだけのお話ですけどね。はい、ちょっと口直しにちょっと伊佐大仙ちゃん飲みますけど、まあね、これはちょっと、うん、ちょっとね、あーこれだよ、この伊佐大仙のこの潔いこのね、この芋の香りとこの味、そしてちょっとドライなこのね、甘くないこのね、これですよ。いやさすが伊佐大仙ちゃん、やりよる。うん、だから結局ね、伊佐大仙に比べるとね、口当たりは甘いんですよ。確かに明るい農村の方がね甘いんです。ただね、潔さがないかな、ちょっと濁ってるよね、明るい農村ちゃんは。なんかちょっと迷いがあるんだよな、うん、何かちょっと自分の個性を引き出してない、うん、というかまあこう芋っぽさを出すのか、それとも甘っぽさを出すのか、さらに香りのそのを微妙に出すのかっていう、その香りと甘さと芋っぽさ、この三つがなんかごちゃごちゃになって、なんかムーンってなって、なんか全部死滅したみたいな感じになってる、ね、もう伊佐大仙に関してはもう甘さない、芋っぽさドキャーン、香り、芋っぽさ、ドキャーンみたいな感じなんです。もう、伊佐大仙に関してはもう、すごい、もう甘さが、もうほぼ一切ないんですが、芋っぽさと香りに関してはもう、引けを取らない。他の芋焼酎に負けないって、その潔さがすごい。もう、むしろこの、あ、もうね、芋の香りに甘さがあるんですよ。これ意味わかるかな？口当たりは全く甘くないんです。が、なぜかさつまいもの香りに甘さがあるんですよね。うん、飲みます。明るい農村に比べて全然甘くないです。がしかし、こう、香りがブワーッと広がって、芋っぽい香りもブワーッと広がって、その中で、
あれ？こんなに芋って甘かったんですかっていう、むしろ丁寧語になるパターン。あれ？これ芋、さつまいもって生で食べてもこんなに甘かったんですかっていう、まあ、食ったことないですけどね。もう意味が分かってないです。とにかく意味分かんないですけど、とりあえずそれほどまで あの意味不明なほどの潔さは感じられる。もうどこにこれはもうどこに進みたいのかが一発で分かる、甘さは捨てて芋と芋の香りに特化してるんですよ。ただ明るい農村に関してはちょっと一体何を目標にしてんのかさっぱりわからない、甘さもありね、わけわからん香りもありで、なおかつ芋のなんか芋の芋っぽさもありみたいな、全部を求めてるようで実は全部求められてない、一つもあのまともなものがないっていう、まあいわゆる器用貧乏ってやつです。いや、器用貧乏でもないか。器用貧乏はまだほら、あれだけどさ。いわゆる器用貧乏っていうと、70、70、70ぐらい。点数。国者数、利益、五教科、全部70点みたいな。ただ、明るい農村に関しては、全部60点みたいな感じかな、器用貧乏ですらない。もうそれ以下のちょっと残念なことのなってる。ちょっといろいろ求めすぎて、求めすぎてんのか知らんけど、香りがちょっとやっぱり独特ですよね、そこはやっぱりこれにしかない良さではあるんですが、それはやっぱり生かしきれてない、かなりなんかね、ものすごいこと言ってますけど、ものすごい評論家みたいになってますけどね、これ飲んだことない人じゃ分からないでしょ。やっぱり明るいのその独自のこの味というか香りというか臭みというか、なんか何かがある、草、ちょっと草っぽいよね、ちょっと臭い、若干臭い。まあそれがやっぱりこの明るい農村の良さであり、なおかつそれが生かしきれてないからちょっと残念なことになってる。他のやっぱりね、まあ甘さとか香り、芋の香りとかが逆に邪魔をしてそれが生かしきれてない、ああ伊佐大仙さすが王者の貫禄、さすが俺の中での王者の貫禄がありますね。伊佐大仙、この芋っぽさ、もう芋を食ってるような芋のこのものすごいこのさつまいもの、もうボクボク、まあめっちゃもう口の中に入れてうわーってもう食えねえみたいな感じのこの香りと味とにはちょっと負けまくってますね。
ということで三つ星プレミア常駐だからといって俺を甘く見るなよ。プレミア常駐イコール五つ星じゃねえんだぞ。分かってんだね。分かってんだ。プレミア常駐イコール五つ星をつけられると思ったら、俺に五つ星をつけてくれると思ったら大間違いだぜ。三つ星、うん、これは正直残念です、うん、ワクワクテカテカしてた俺の気分を返せというほどでもないんだけど、うん、確かに、まあでも若干あの甘口なんで、まあ一般人の人は美味しく飲めるんじゃないですか、うん、若干ちょっと癖が強いけどね、ちょっと癖っていうかクソ、うん、違う、クソ、臭いけどね、ちょっと臭いけどね、若干ちょっと臭めがあるけどね、後味がなんか臭ってなるけど、うん、そこはちょっとご了承いただきたいね。それではご視聴ありがとうございました。